まりました週の真ん中まんたけ TV でございます。いやなんかもう水曜日絶対おしゃれしてるよねだいぶ意識してきたないやもうなんか水曜日が一番美人よいやなんかいや絶対なんか飲んだたけちゃん絶対あのあれやだいぶあれやろいいこれもやっぱ俺もなだいぶほらもう呪文のように唱えてきたけ多分ちょっと意識してるやろでそれがまた恥ずかしいと思ってるよね待って本当にちょっとなんかわいいなそういうとこも好きよはい行きましょうあ、ね、あなんかもうちょっとペースが乱れましたけども参ります。はい、今回のご質問は、はい、私もたけちゃんさんからです。 ありがとうございます。私もたけちゃんさんも水曜日が好きですよ意識されてますよだいぶ彼女は皆さんでも水曜日はダメですよ僕のもんですよ目合わせたくないいきますアイアンのグースについて、はい、私はテーラーメイド M2 純正スチールシャフトを使用しています、うん、スコア115ぐらいの時に買ってベストスコアの88まで苦楽を共にしてきました。飛距離性能も打感もとても気に入って使用しています、うん、5年ほど経ちましたしそろそろいいのがあれば買い替えようかなと考えていて、はい、グースなしのアイアンに興味があります。なるほどね。グースありなしの特徴やグースありからグースなしに変える目安のようなものがあれば教えてください。よろしくお願いします。なるほど。まあ、グースとストレートの動画っては実は結構前にあれ多分ねまだゆみちゃんおらんとこかな結構前に出してて、まあ、顔がこうなってるやつなんかあそうサムネのカカカカカってやっちゃったんですけどまあ一応ねちょっと古いんで題名調べたんですけどグースネックアイアンの特徴ストレートとバーサスグース弾道違いっていうタイトルなんでまあ興味があったらググってくださいまあただせっかくねここで質問いただいたんでちょっとおさらいしましょうかね、はい、まずグースネックっていうのは、まあ、アイアンでも重心角が大きくなるのでヘッドがまあ返りやすいんですね。返りやすい上にシャフト延長線上よりフェースが後ろであるんですね。ではグースがあるってことはシャフトのまっすぐから後ろにヘッドがあるので振り遅れにも対応してくれると。要するに根本的にグースがある方が重心角の関係と振り遅れ防止もあるので左に行きやすい左に打ち出しやすいネック形状ですね、はい、逆にストレートネックっていうのは重心角が小さくので、まあどっちかっていうと右に打ち出しやすいっていうことですね。だから、まあ別にどっちがいいとかどっちが悪いとかっていうんじゃなくて自分の球筋自分の持ち球から、まあ、どっちのネックの方がいいのかなって選ぶのも一つ方法かなと思いますね。でただまあこれがまあこれは多分誰でも答えれる一般論の話です。はい、でその実際、まあグースの、まあ、動画、今さっき題名言った動画って、まあ、自分で言うもなんですけど、まあまあ伸びてるんですよ。でこれって何が良かったかって、入射角が変わってくるっていうところまでちょっと入ってるんですよね。うんうん、でまあ、ちょっと折りって話になるんですけどもヘッドの見え方によって、まあ、入射角が変わってくるっていうのは、これ結構もう、ビッグデータとかフィッティングデータから出てるんですよね。まあそれこそ私の師匠がまあ一応朝に師匠が、うんうん、まあ編み出したのかパクったのか知らんですけど一応ね一応提唱されてるのね。されてる、まあ、やつけど、まあ、基本的にグースネックの方が入射角が浅めに入る、つまりダウン量が少し、浅めに入るんですよね。浅めで逆にストレートの方がダウンがきつめに入るので、例えばまあ、大多数の人がダウン軌道アイアンをダウン適正なダウンで打ててないのでストレートの方が適正な入射角になりやすいと言われてます。逆にちょっとダウン量がきつい人も当然おるんですね。だからまあ少数派にもなるんですけど、ダウン量が妙にきつい人、だからアイアンで5度以上とかのダウンで来る人っていうのはグースネックの方が少し寝て入るイメージになるので適正な入射角になったりするんですよね、はい、だからまあこれってヘッドの見え方から来る無意識の変化なんですけども、こういうのをまあグース角の有無っていうんですけど、まあ、要するにこれね、ちゃんと言えばフェースプログレッションっていうんですけど、そのフェースプログレッションを変化させることで入射角を変えていくっていうフィッティングをしてるのが、まあ、三浦健さんの、まあ、ナインポジションフィッティング、これ、まあ、うちのあっさり師匠が、まあ、提唱したかパクったかっていうのフィッティングなんですけどね、はい、でも、すごく面白いフィッティングで、はい、まあ、こういうふうに、まあ、別にその
実際これができるのは三浦紀賢さんぐらいですね。フェイスプログレッションを意図的に変えれる、変えてアイアン作ってくれるのは三浦紀賢さんぐらいなので、だからこういうフィッティングは逆にできるんですけども、まあこうそれぐらい、まあ逆だ、ここはまあちょっと特殊系の話ですけども、そういうふうに持ち玉だけを参考に選ぶんじゃなくて、ちょっと自分の入手角で選ぶっていうのもグースとストレートの違いなので、まあこういうそういうところで、まあ選ぶのも面白いんですけど、じゃあそもそも入社がわからないわっていう人の方が多分多いと思うんですね。でそういう方は、まあ、ぜひ一度フィッティング受けて、まあね、それでもね、このテラメの M2 でベストスコア88までいかれてるわけですから、まあ、ここからさらにジャンプアップするためにも、まあ、その別にどっちがいいってはないですよ。グースだろうストレートが別にどっちがいいってはないんですけど、まず自分を知った上でこっちにした方が良くなる可能性があるっていうのは、まあ、今後の指標としては大事なので、まあ、もう本当に、ね、90切られてるわけですから、自分の数値を1回ちゃんと知っておくのも大事かなと思うので、まあ、そういう意味では、まあちゃんとしたフィッティング受けて入射角がどんなのかとか、あとまあ球筋はなんとなくイメージあると思うんですけど、入射角とかを知っていくと、もうちょっとこのアイアンの方がいいのか、逆にちょっとストレート系の方がいいのかっていう、まあ、ただあと気になるのは、まあこの M2 のヘッドっていうのは来角が変えれないので、それこそ来角とかもちゃんと調べて、もし合ってなかったら来角が変えれる素材、まあいわゆる軟鉄系ですよね、軟鉄系のヘッドにしてもいいのかなとは思いますけどね。まあ、でも本当にすごく5年使った多分苦楽で共にしてるってすごい愛着あると思うんですけども、もうスコアがそこまでいってるんやったら、もう一つ踏み込んだアイアン選びっていうのを、それが結果的に調べたところでこれがやっぱり合ってたっていうと、それはそれでいいと思いますし、まあ持ち方はもうちょっといいものが見つかるかもしれないですね。なるほどね。私もそうだね、ちょっとグースネックからちょっとそれを減らしたクラブに変えたいなって言って変えたね。そうそう、そこからスタートしたんで、確かにみちゃんでね、そうなんですよ。だからもともとゼクシオやったんかな、ゼクシオを、まあ、みちゃんは、まあ、ストレートしたいっていうんで、まあ、僕が三浦技研っていう、まあ、みちゃんの場合はヘッド重量、いつも言ってもヘッド重量を落としたいためにしたかったんですけど、はい、だから私はウェッジが初めそれで練習した50度、そうやね、なのでもしかするとそうやってね、ウェッジとかから変えていくのもいいかもしれない、ね、いいかもしれない。それって使ってきてスイング変わったりっていう、確かに ね、まあ、だからその見え方が変わることでスイング変わることもあるって、まさにその通りですね、うんうんうん、すごい、いい話、やっぱりゆみちゃんは実際そうされてますから、うんうん、はい、はい、頑張ります。何こうね、改めて竹ちゃんにフィッティングしてもらってるから頑張らないといけんなって思ったよ。 ありがとうございます、うん、頑張って、はい、ということで私の経験談もちょっと語らせていただきました、はいはい、私もたけちゃんさんご参考になりましたでしょうか。それではまんたけ TV、 また来週。じゃあ一つだけ気づいたことがあるやん、なんかそわそわするなと思ったらずっと持ってなかったいや、なんか 手の置き場がねえなってチャンネル登録高評価でたけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。